ひよりんごでーす。今日の動画は、じゃんこちら。アンドロージーの1月号を買ってきました。お値段が920円で、発売日が毎月22日です。ということで、今回の付録が、じゃんこちら。ローラ・メルシエの高級コスメバニティと、アンドロージーオリジナルネイルケア4点セットが付いてくるということで買ってきました。アンドロージーはね、いつも本当に付録が豪華なんですよ。今回もね、バニティポーチのみではなくて、ネイルケア4点セットまで付いてたんですよ。なので買ってきちゃいました。ということで早速開けていきたいと思います。皆さん本日もお疲れ様でした。皆さん今日はどんな一日だったでしょうか？お風呂って行くまではすごくめんどくさいじゃないですか。でも疲れたね、一日の疲れが吹っ飛ぶような気がして、私は最近毎日使っております。疲れが溜まってきたなとか寒いなとか肩こるなって方は、ぜひお風呂にゆっくり使って眠ってください。はい、ということで開けていきたいと思います。3、2、1、じゃん！お！まずポーチからいきたいと思います。ポーチはね、この色伝わるかな？黒じゃないんですよ。茶のめっちゃ濃い色みたいな感じ。伝わってんのかなこれ。開けてみます。じゃん！こんな感じです。あ、こうだな。ここにね、筆とかが入って、ここもだ。入って、仕切りがあって、こっちにも入れられるよっていう感じです。お、結構入りそう。ここにね、もう一つの付録のネイルケアも入れられるみたい。なので、そちらも紹介したいと思います。はい、じゃん！こんな感じ！4つついてました。1つずつ紹介していくね。はい、まずこちらが爪磨きがついてました。爪磨き、甘皮を取るやつ、爪やすり、爪やすりもね、ついてる。あと、基本の爪切りですね。爪切り。切れ味も抜群だよ。いい感じ。私ですね、ネイルはしてないんですよ。なんですけど、やっぱり女性は爪はね、綺麗にしていた方がいいので、やってみようか、実際。親指いこうかな。まず甘皮をね、多分これで取る。甘皮なんてこんなんで取ったの初めてなんだけど。多分こうやって、使うんだと思う。合ってるかな。そして、爪磨き使ってみたいと思います。まず、多分こっちでね、白い面で、爪を、削って、灰色の面で、磨く。お！お、見て！え、すごい、綺麗！ネイルしてなくても、やっぱり爪は綺麗で痛いから、こんな感じになりました。はい、見てください。ネイルケアセットがね、ぴったり入りました。こっちにはね、筆とか入れられるんだと思う。例えば今私が使ってる筆なんですけど、ほら、収まりますね。閉まるかな。うん、ぴったり閉まります。持ち運び用のメイクポーチにしてもかさばらなくて良さそうです。ということで、ポーチの大きさを飲みかけのペットボトルで大きさ検証していきたいと思います。まず横に並べます。こんな感じ。このサイズを見ていただいて、メイク用品を中に入れていただければなと思います。どうですか？まあ大体のメイク用品は入るんじゃないかなと思います。筆は入るからね。アンドロージー1月号気になった方はぜひぜひ店頭でチェックしてみてください。そして次回号の付録紹介をしていきたいと思います。次回号の付録がね、じゃん、またいっぱいついてますよ。まず櫛でしょ。で、ちょっと細かいもの見てみますね。ジョンマスターオーガニックのヘアマスク、ボタニストのボディーソープ、バブの入浴剤、マキアレイベルのローション&乳液、めぐみの本舗のシートマスク、ドクター K のブースター美容液がついてます。なんと8点かな。なんかさ、ヘアブラシだけでもさ、すごいじゃん付録って。なのに8点ついてるって、もう
しかもなんか全部がね違うものなので、アンドロージー2月号を買うだけでお泊まりするとき全部揃うみたいな感じですね。ヘアマスク、ボディーソープ、入浴剤、ローション&乳液、シートマスク、ブースター美容液、すごいよこれは。来月号もチェックしようと思いますので、私の動画もぜひ見ていただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お腹すいたな。何食べよっかな。パスタ。パスタにします。